はい、どうも、しょうてぃです。こんにちは、ななです。はい、お願いします。お願いします。というわけで、今回は向こうずに参加したんですけど、はい、先日、大井チャンネルで、はい、ツーシームとか、なんか変化球投げてましたよね。あ、はい、彼に教わるのはダメです間違いなく僕に教わった方がいいと思うんで、はい、今回僕が動画出してるスライダーとツーシームをちょっと教えさせていただいて、はい、今多分投げてると思うんですけど、はい、まあそっちの僕の方の変化球も覚えてもらって、試合でスライダー2種類ツーシーム2種類覚えてもらって、はい、でまずちょっと握りとかいろいろ伝授させてもらって、自分の今持ってるスライダーとツーシームと俺が教えたスライダーツーシームの比較をしてもらって、はい、どうなるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。はい、お願いします。それでやっていきましょう。ゴー。お願いします。まず、はい、今自分のスライダーを握りを教えてもらっていいですか。こんな感じです。こんな感じ。あんまり私適当なんで、ピッチャー、はいはいはい、握りを意識したことがなくて。じゃあこうしてもらっていいですか。あ、そう。じゃあ縫い目の縦のラインに指かけて、これを縦に切るって教わりました。チョップみたいな感じ。チョップみたいな。で投げると。はい、わかりました。じゃあツーシームの方、この間多分大井チャンネルツーシームだと思うんですけど、ツーシームは1個こうずらすって、縫い目にかけずに。そうです。こっち側をずらす、中指ずらす感じで、はい、で投げるときはどんな感じですか。なんかこうこっちに抜くイメージ。抜くイメージ。重心をこっちずらすとかじゃなくて。じゃなくて、なんか適当に投げたらかかりました。マジっすか適当なんです。すごいっすね意外とそれいい変化だと思うんですけど、曲がりとか、まあ、見させてもらいましたけど、まあ全然あれで十分でしたでも僕の方もちょっと、はい、結構曲がりが大きくなったりするんで、うん、そっちの方をちょっと教えていきたいと思います。はい、はい、お願いします、はいはい、まず僕のスライダーの方なんですけど、はい、こういう意味があります。そこに丸くなってるところに斜めに指をかけます。斜めに。でこう縫い目の上に置くんじゃなくて、縫い目の横、内側っていうんですか、縫い目の内側に人差し指の内側かける、うん、こういうんです。はい、こういうイメージ。ここをかけてからぐるーっと回って、こうここの付け根も部分もしっかりつける。つける、つける。で、つけた後に親指を横にします。こう、こう。通常多分こうだと思うんですよ、うん、こう切ると思うんですけど、横に横に横に。こうじゃなくて、ここまでいかないですね。ここまでいかない。この上、こう手首のこのひねりがこうスムーズに、この状態で回すのと、この状態で回すのじゃ、こういう、確かに届いてやる。そう、こうなってる方がドアノブ、ドアノブ回す時のイメージ。確かに。まあ、こう回すと思うんですけど、届いて、はい、この状態で回すより、やっぱこの状態で回した方が回るよっていう。可動域が広がります。そう、それで投げたらめちゃめちゃ曲がって届かずったんで、それちょっとやってもらえる。はいはいはい、はい、で、ツーシームですけど、ツーシームはさっき言った通り、一応僕の場合は縫い目の真上に置いて、ここに取るのが親指の位置、うん、親指の位置を少し外側って横に横にずらします、うんうん、それで投げるとクッと曲がる。それと中指をぐーっと開く。この状態で親指をさっきと同じ横にかけて、こうっていうのと、あとこの縫い目あるじゃないですか。で、最初さっきは縫い目縦にこう書いたと思うんですけど、縦じゃなくて横にしてこのまま、うん、フォーシームと同じ感じで、はい、これで投げる。で、親指ちょっと横にして投げると曲がるっていうのは、3種類が僕は今使い分けてるんですよ。すごい変化がちょっと違うんで、はいはいはい、ナナちゃんの今持ってるツーシームとスライダーを教えてもらいます。はい、はい、お願いします。お願いします。久しぶりに投げたかも。ナナちゃんスライダーね。はい、 OK OK。 それもいい、それもいい。カットっぽい。え、これでスライダーって投げるときどんなことを意識してます？切るイメージ。切るイメージ。縦に切るイメージ。おお。リリースとかはどういうイメージですか？ほぼストレートと同じ感じで。同じ感じ。縦に切ってます。おお。なんかまあほら、前で離すとか、ちょっとこう早めに離すとかあるじゃないですか、リリースポイントって。特に気にしてない。気にしてない。じゃ、例えば、はい、抜けちゃう場合って、その後どう修正しようさせます？抜けちゃう場合は結構こっちで離れてる。ってことは、じゃあ前で離さなきゃってなりますよね。
もう。じゃあちょっと一回、翔平スライダー行きますか、はい、翔平スライダー、はい、ドアノブを握る時の握りで、そう、ここは全部つけるんで、ここは全部つけたっけ、あ、そう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 、そうで、チョップ、チョップ、そこ行き過ぎかな、そう、そうだよね、チョップ、チョップで、前で離す意識、前で離す、はい、行きまーす、うん、行きまーす、変化してます？なんだろう。サク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 今のところまあ奈々ちゃんの今まで投げたボールの方が変化してる。今すぐね。差し掴んで。して。切る。あ、いい感じ。これでもうちょっと前で離す。で、リリースガッガッガッと真の力で。ああ。ああ。ああ。あ、いい感じ、いい感じ。めっちゃハード。いい感じ。カウプ、カウプ。まっすぐと同じぐらい腕振る。右手らへん。いいと思う、いいと思う。おお。曲がってきたんだ。曲がってきた。横にする。おっ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 、いいんじゃない今ダンスから来た。オーケー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 、おい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 、おー今のいいいい、おいおいおぉ今いい、今いい、はい、ひとり今すごかった、今やば、今自分のスライダー、いや、いや違う、翔平スライダー投げましたよ、はい、はい、オッケー、いい感じ、いい感じ、今のいいボール、ちょっと一球まっすぐもらっていい、はい、まっすぐ行きます、いい、オッケー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 。まっすぐ行きます。オッケーオッケー。あ、いい。あ、いい。おお。いい感じです。今いいっすよ、いいっす。これで引きに行ったらいいっすね。そうっすね。あ、いい感じ、いい感じ、ワンバンくらいでいいのかな、そうだね、正直あのほらまっすぐでガッて振るじゃないですか、で、まっすぐと同じぐらい腕振ってスライダーだとバッターはまっすぐで振ると思うじゃないですか、はい、で、あ、こうだとそう、振っちゃうから、振っちゃう、私これはこれで、あ、お、なんかなんだ今、いい来たね、縦に、何が起きるか分かんない、縦に来たてな感じで、僕はそういう握りをしてるんで、もしね、はい、練習で投げれたら、はい、投げてください、はい、はい、じゃあ次ちょっとツーシームいきます、はい、プレゼント企画開始します、はい、ついにもう2000人いったんで、もう上げましょうってことで、はい、もう上げちゃいます、まずは本田さんおめでとうございます、おめでとうございます、2000人おめでとうございます、はい、まあ応募条件、まあ、簡単です、翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください、9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします、お願いします、はい、
はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。